ということでですね、今回の動画なんですけれども、ドキーボックスさんから6月号を送っていただきました。ちょうどね、今、クロエと桜子のデンタルケアについて悩んでるとこだったので、ちょうどね、デンタルケアの商品、今回ね、6月号だったんですよね。びっくりです。じゃあの大嫌いな歯ブラシだって。大嫌いな歯ブラシだよ、ほら。で、次は、ほら。こちらのおもちゃは歯磨き粉になっていますね。後で出てくるオーラルケアのスプレーをこちらのロープにね、シュッシュッて吹きかけて遊んであげると歯のねケアにとってもいいそうです。すごいね、裏も凝っていて可愛かったです。ロープのおもちゃはね、桜子が大好きなので、多分ね、すごい楽しんで遊んでくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。これオーラルケアのスプレーだって。歯ブラシとかガーゼに染み込ませて使ってもいいし、こういうおもちゃ、ロープのロープ状になってるおもちゃに引っ掛けて遊ばせても、なるほどね、歯が磨けるって。私もこれで歯磨きしてね。こちらのオーラルケアスプレーはですね、天然植物エキスを108種類も配合しているそうです。やっぱりね、お口に入れるものなのでね、安心なものがいいですよね。そしてこの3つがスプレーをお持ち帰りのダンスジャーキーシリーズ。ちょっとねえねえ、これ落ち着いてるね。そうね、疲れてるジャーキー。これはサメ。食べたことあった？サメだって、ね、はい、そしてね、こちらおやつのジャーキーです。豚耳の細切りと、あとね、こちらはハーブのね、鶏の砂肝ジャーキーと、あとサメのスライスですね。もうね、絶対美味しいやつです。間違いないですね。これは後で食べてみたいと思います。
二人。待て。待て。笑ったから。はい、ということでですね、今回はドギーボックスさんの6月号をご紹介させていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。今回のね、6月号もとってもね、楽しいものばかりで、おやつもね、ご覧の通りクレート桜子ね、大満足でしたね。ドギーボックスさんはですね、ワンちゃんのね、大きさによっても中身はね、選ぶことができます。そしてですね、今キャンペーンをやってるみたいですね。なんとですね、初回限定のみ、お試し価格でね、注文できるということなので、ぜひね、気になる方はね、注文してみてください。概要欄の方にもホームページを貼っておきたいと思いますので、気になる方はぜひそちらの方からよろしくお願いいたします。それでは今回の動画が良かったなって思った方は、ぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。コメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいております。ぜひ一言だけでも大変励みになりますので、よろしくお願いいたしますね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。食べちゃいけない。はい。おさわりして。さくら、おさわり。おさわりだよ。おさわり。さくちゃん。さくちゃん。これよくない。さくら、届いて嬉しいっていう。さくら、大歓喜。お座りだ、お座り。お座り、何、今。早く映って、早く。これお座り。後ろに通すといい感じなんだよね。ちょっと前から見なきゃ。二人とも。後ろに。くーちゃん。くーちゃん。お、いいね。あれ。あれ。おやつ。おやつ。どうしてるの。おやつ欲しい人。はーいって食べて。おやつ。どれがいい。あっちあっち。カメラ。これ。くちゃん。こっち。はい、パパも目線ください。はい。はい、いい顔してください。あっち見ちゃった。これ。あっち。これ。おう。